こんにちは、はじめしゃちょーです。8月末ぐらいかな、夏の終わりぐらいに私動画出しました。8月26日、かっこ衝撃、かっこよすぎるバイクを買ったけど、この男まさかのわら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 、まさかの免許持っていない。今10月末、あれからちょうど2ヶ月ぐらい経ちました。本日10月26日、大型バイクの免許を取得しました。よし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 、免許取りました。大型バイクの免許、自動大型2輪、排気量制限なし。私はじめしゃちょー、今、自動車の他に、バイク、タイヤ2個ついてるやつ何でも乗れます。長かった。いや、長かったです。話の流れを説明すると、僕ですね、8月に出したバイクの動画でも言ってるんですけども、どうしても乗りたいバイクがあって、それ先買っちゃったんですよ。免許ないのに、免許ないのに NM402 っていう、もうなんかアニメのアキラのバイクみたいな、アキラバイクと言われてるような、なんかアニメみたいな近未来型バイクがどうしても乗りたくて、もう先に免許取りに行くよりバイクを買ってしまって、2ヶ月間ずっと俺ん家に買ったけど乗ることが許されないバイク置きっぱになってたんですけども、いつから自動車学校行ったんだろう。1ヶ月前ぐらいから自動車学校に行き始めて、ようやく1ヶ月かけて大型バイクの免許を取ることができました。なんか教習所の自動車学校で動画とか撮りたいなと思ったんですけど、やっぱりいろんな生徒さんたくさんいるので全く動画撮らなかったんですけど、たまにちょっとバイクの装備してる自分の自撮り撮ったりとかは知ってたんですけど、こっそりとガシガシ隙間時間に1日1時間でも2時間でもいいからこう行って、無事に大型免許のバイク取得することができました。はい、いやもうね、大変でしたね。やっぱり大型バイクってなると、もう無制限なんで、すべてのバイク乗れるようになるから、結構教習もね、しっかりしてまして、例えば一本橋や、細い一本橋を何秒以上かけてゆっくり渡れっていう、このバランス取りながらとか、スラロームっていうこのジグザグ走り、このジグザグ行くのをこの何秒以内に渡れとか、結構ちゃんと練習しないといけないような訓練を無事突破して、私バイクの免許取得することができました。今日からライダーです。はい、ということで免許を取得して、ついにバイク乗ることができます。いや長かったし、バイクの卒業検定っていう、自動車学校で卒業検定っていう、あなたはもうバイク乗るに足りえます。十分な技術、そして能力、あと判断力とか交通ルールをしっかり守って、行動で運転することができますっていう、その許可証みたいなやつ取るのに試験があるんですけども、実際運転して乗ってやるやつ、それに無事一発で合格しました。ストレート。澤部は落ちました。一緒に行ってた澤部は落ちてしまいました。明後日多分また受けに行くと思うんですけど、いやもうね、ほんとあんまこんなこと自分から言いたくないんですけど、忙しいんですよ。忙しくて全然教習通えなくて、やばい時2週間空いたりしてて、もう全部忘れちゃうんですよ。バイクとは何か、バイクのことすっかり忘れたりするぐらい空いたりもしたんですけども、少しでも時間があればバイクの教習詰めて、なんとか1ヶ月ちょいで本気出せば取ることができました。なんか久々に学校っていうものが行って、ちょっと楽しかったですね。なんか出会いとかないかなと思ったけど、ありませんでした。その卒業検定っていう実際に乗る実技のテストなんですけども、中に落ちてる人もいました。僕点数聞いたところ、具体的な点数はなんか言えないらしいので聞けなかったんですけども、100点近くという点数だったらしいです。パーフェクト。いやめちゃくちゃ真面目に行かせていただいて、もう免許取るためだったら泥水もすする気持ちで、教官の言うことすべて頭に叩き込んで、緊張でちょっと何個かミスあったのかもしれませんが、もう本当自分の中では絶対文句を言わせない運転をして無事免許を取ることができました。で、ごめんなさい、動画これ撮る前にも帰ってきた瞬間すぐバイクまたがってね、ちょっとだけドライブしてきたんですよ。その時の映像をご覧ください、どうぞ。どうも、免許取りまして、どんぐらい置いてあったっけ。2ヶ月ぐらい。2ヶ月ぐらい置いてあったよね。はい。2ヶ月間乗れなかったバイク、ただの鉄の塊だったバイクにようやく乗れることになりました。ちょっと乗りますね、もう早速お願いします。落ちたのに、くそー、乗らせてくれ。もうダメです。いや、なかったー、時間の合間をくぐっていったからな。遅れちゃダメなの、マジきついよ。きつかったっす。久々に30分前に行ってたもん、集合場所に。よし、
ばいわ。ちょっと無理だ。いや、今教習所だけだからマジで誰よりも丁寧な運転しますよ。すいません、ほんとちゃんと閉めないとね、バイクの今は。かっこよ。じゃあ初バイク、初マイバイク行ってきます。お願いします。お願いしますね。マジで分からん。やばい、全然違う。教習所とライトついてる？ついてます。ついてるよね。はい。免許証ない。免許証ない。やばい、出たらもう捕まりますよ。危ねえ。ギリ敷地内。コンビニ行ってきます。うわ怖い。ということで、ちょっと真っ暗でよく分かんなかったです。運転も怖かったですけど、安全に運転してきました。明日またちょっと明るい時にバイク乗りたいと思います。いやよかった。はい、というわけで後日です。いや天気がめっちゃ良くて超バイク日和ですね。というわけで早速この私のバイク NM4-02 乗っていきたいと思います。もう教習所でとことん習ったので、マジで安全運転で行ってきます。かっこいい。あと気づいたんですけど、なんか7年前に NM4-02 のなんか優しい解説動画出してる方がいて、これ7年前にその人の動画にコメントしてたんですよ。かっこいいって7年前から欲しかったみたいです。ちょっともう記憶にないけど、7年越しに乗りたいバイクに乗れるというちょっと夢みたいな気分です。乗ります。はい、ただいま。最高。本当に最高なんですよ。実はこれ動画撮ってなかったらバイクから降りたくなくて、もう結構一生乗ってたいぐらい楽しい。なんだろう、なんかもう車にはない本当爽快感と楽しいというか、もうな、何これ、夢のマシンやな。いや大型バイクマジでいいな。僕ずっと小型バイク乗ってたんで、そのバイクの楽しさは知ってるなと思ってるんですけど、もう全然違う。大型 is the number one in the world。 楽しい。もうこの一言につきます。でこの NM4-02 ってさ、なんかバイクというよりスクーターっぽいんですよ。どっちかというと、そのなんかバイクのギア変えてウェイみたいな感じじゃなくて、楽に乗るバイクなので、多分僕そんなスピードとか出せないつもりです。
つもりです。今のところ高速道路乗るつもりもないし、どっちかというとそのちょっとした買い物とか、ちょっとうちの近く行くかの時とかに乗ったりとか、あんまりスピードを出すつもりなく使いたいと思ってます。で、なんで俺こんな突然大型バイクでこれ買おうかと思ったのかっていうと、大きなきっかけが一つありまして、アニメのゾン100って皆さん知ってます？ゾンビになるまでしたい100のことっていうゾンビアニメがあるんですけど、それの主人公が世界がもうゾンビに支配されてて、もうみんな周りの人とか人間がゾンビになっていく中、どうせゾンビに食われるぐらいだったら死ぬ前に何でもやってやるぜっていう、すごい清々しい精神の主人公なんですけど、天道明くんっていう主人公の彼を見てて、どうせ死ぬんだったらしたいこと全部やっておこうって思って、天道明も大型バイクに乗りたいっていうのがしたいことの中の一つにあって、なんかふと思い出しまして、あ、そういえば俺大型バイクで乗りたいバイクあったなと思って、もう大型バイクに乗りたいじゃなくてこのバイクに乗りたいっていうので、今回バイクを買って免許を取りました。いいですか皆さん、人は絶対死にます。人は絶対死ぬんです。いつか必ず死にます。それがもういつ死ぬかも分かりません。ひょっとしたら年取ってまだ全然先かもしれないし、鳥うるさいな。ひょっとしたら年取って死ぬかもしれないし、突然明日交通事故で死ぬかもしれません。もちろん安全運転しますよ。教習所で習います。超安全にバイクの運転しますけど、もう避けられない事故もあると思います。本当何がどうなっていつ死ぬかわからないので、人生って。だったらもうしたいことを全部やっとこうって思って、結構時間かかりましたけど大型二輪の免許も取りに行って、乗りたかったバイクに今またがって乗ってるわけでございます。いや、なんかね、そうバイクってその危ないってよく言うじゃん。事故した時の死亡率とかもすごいし、危ない乗り物って言うけども、でも乗りたいじゃん。そんなの怖がってたらバイクに乗れないので、したいことをやろう精神をゾン100というアニメで学び、最近は行動力が上がった気がします。したいことをやろうっていう気持ちで最近生きてる。そんな感じではじめ社長のバイク生活が始まりました。なんかね、このあの教習所に行くと別のバイクも欲しくなった。別のバイクも欲しくなりましたし、これもめっちゃいいんですけど、なんかね、またバイクっぽい動画とかバイクの旅動画とかも撮れたらいいなと思います。というわけで、はじめ社長、無事に欲しいバイクに乗りました。じゃあな。